皆さんこんにちは、参議院議員の片山さつきでございます。今日はまだ京都大学キャンパスには来てないんですけど、長年私たちは姉妹校だと思っていた京大発ベンチャーじゃないけれども、その拠点にやってまいりました。スタートアップ未来都市制度もずっと応援している片山さつきですけど、今日はぜひこのさつきチャンネルで、あ、こういうものなんだなっていうふうに目を開いてほしいなと思います。よろしくお願いします。あ、よろしくお願いします。リージョナルフィッシュの梅川と申します。京大発ベンチャーです。で、最初我々の方から事業の内容というか説明させていただきたいなと思うんですが、一番最初になんですが、ぜひ片山先生にお答えいただきたいんですけれども、はい、天然のマダイと養殖のマダイ、どちらの方が美味しいと思いますか？私は実はいろいろ予備知識入っちゃってるんで、養殖の方が美味しいと思います。ありがとうございます、はい。でもほとんどの人は天然で釣り上げられました、なんとか沖で釣れましたに惹かれると思います。 ありがとうございます。パーフェクトな回答ですね。じゃあそれでは天然のイチゴ、ヘビイチゴと栽培のイチゴ、アマオ、どちらの方が美味しいと思いますか？これはもう 100% の方がアマオっておっしゃると思います。ありがとうございます。まあ、そういう意味では魚は天然の方が美味しくて、植物は栽培の方が美味しいというと、人間の手で作った方が美味しいというと。で、それがなぜかと申しますと、品種改良が進んでいるかどうかなんですね。天然の牛っていうのは400年前に絶滅していて、オーロックスと言われたものなんですけど、ここから黒毛和牛が生まれたり、イノシシから豚が生まれたり、空を飛んでた鳥から空を飛ばなくなって自分の体重で骨折しちゃうみたいなブロイラーが生まれたり、ヘビイチゴは草食用だったんですけど、そこから食べられるイチゴが生まれたりしています。一つの品種作るのに大体10年から30年かかるんですけど、濃厚畜産っていうのは 1.2 万年の歴史がありますので、我々が普段食べている農作物、畜産物のそのほとんどが品種改良されてます。品種改良されてないのは三つ葉だけだって言われてるんですね。ところが水産物だけが天然物が美味しいというと、それはなぜかと申しますと、完全養殖と言われる卵から大人まで育ててまた卵を産ませるという、例えば近代マグロに代表される技術なんですが、これが開発されて50年なんです。で、魚は品種改良一つ作るのに30年かかりますから、そんな時間なかったんですね。なので天然物が美味しいと今言ってます。じゃあ魚であっても今後将来にわたって天然物が美味しいってことがあり続けるのかというと、きっとそうじゃないというふうに思っておりまして、じゃあ品種改良を進めていこうっていうのが我々の大きなコンセプトです。で、普通通り品種改良をすると30年かかりますので、これをゲノム編集によって 2,3 年でやろうというのがコンセプトになってます。で、こちらが、我々が2年で作って4年で量産化までいった成長性 1.9 倍のトラフグになってます。で、こういう話をするとよく遺伝子組み換えじゃないのかっていうふうな話をされるんですが、遺伝子組み換えって何だったのかってところを簡単におさらいしておきますと、ある遺伝子に別の生物の遺伝子を入れて新しい生物を作り出そうというふうな技術になってます。で、これ自体に問題はないんですけど、ただ人間がいないとでいなかったような生物が生まれるんですね。例えば大豆に細菌が作るような有用成分を中に入れようとすると、大豆に細菌の遺伝子を入れるんですね。で、これは大豆と細菌が子供を作ることはありませんから、人間がいないと生まれないんです。で、我々あらゆる食品食べてますが、安全性は基本確認されてないんです。当然ですよね。釣り上げたものの魚とかのいちいち成分を読んで、これは安全だからじゃあ食べようっていうふうにならないわけですよ。今まで食べてきたから大丈夫だってことになっている。でも人間が作り出した食品っていうのは安全性確認されてませんし、当然今まで我々も食べてきていないというところがあるので、じゃあ長期間の安全性の確認が必要だし、屋外で飼育もできなかったり遺伝子組み換えの表示が必要だったりすると。じゃあ品種改良はってとこなんですけど、昔はメンデルの法則みたいなのでやってたんですが、最近では放射線や薬剤を使ってランダムに遺伝子を切り取って、うまく切れたものを抜き出すという方法をとっています。で、それによって生まれたのが、例えば昔冷蔵庫にお米を入れておくと硬くなったんですけど、今コンビニに行くとお米って柔らかいじゃないですか。冷めると固まるっていう特性があったんですけど、それは薬剤によって壊したミルキークイーンっていう風な系統の品種だからなんです。梨にも黒斑病っていう深刻な病気があったんですが、その病気の原因となる遺伝子を放射線によって壊したんですっていう風な変化を使いながら遺伝子を切って有用なものを抜き出しているんです。ただ自然界にも放射線って降り注いでますから、同じような変化って起こるかもしれないんですね。
我々が今まで食べてきたものと一緒だというふうなことを元にして安全性の審査が不要で屋外で飼育もできて品種改良の表示も不要になっています。でこの品種改良の表示が不要ってところが、まあ、一つネックだなと思っていて、皆さん品種改良されてるっていうのを知らずに食べますから、ゲノム編集って現れると、まあ、すなわちこれは遺伝子組み換えじゃないのかって思っちゃうというふうな誤解があると。でゲノム編集を簡単に説明すると、遺伝子の狙ったところだけを正確に切り取りに行ってます。さっきのトラフグは食欲を抑制する遺伝子を壊していて、バクバク食べるから早く大きくなるよというようなものなんですね。でそれは4つだけの遺伝子なんです。トラフグ 3.8 億あるうちの4つだけを正確に我々はゲノム編集によって一発で切り取れると。でこれを従来の方法でやろうとすると、放射線を使って例えば、まあ、切り取りに行くわけですが、これランダムにしか当たりませんので 3.8 億分の4っていう確率がものすごく低くてですね、ですごく時間もかかったという話があります。で従来品種改良で行われていたことや自然界で生まれてきたものを人為的にすぐ作っていくというふうなことの技術を使っています。でこれによって我々が生み出したのが、成長肉付きが 1.2 倍になって飼料の量が2割減になったこのマダイ、肉付きがいいマダイですね、と成長性 1.9 倍になって飼料の量が4割減になったトラフグを生み出しており、でゲノム編集であるってことも表示をして、で試験販売を行ったところをちゃんと完売することができています。はい、ちょっと長くなりました。はい、というふうな事業をやっている兄弟発ベンチャーでございます。いや最近ですね、あの経産省から、あの経産省にも生物の産業の課があるんですよね、商務流通グループの中に。で今年あたりからもバイオが来るぞっていうのを言われてて、であの化学生物学系って日本は強いし、ノーベル賞の学者もいるし、京大は特にノーベル賞学者さん多いので、まあ、この分野そのものっていないかもしれないんですけれども、向いてる、絶対向いてるなと思って聞いてたんでね、もっとだから投資マネーが入ってきてもいいねと。でこれはこれから GX とか DX でお金が出てくる中で、その当てはまる部分がたくさんあるんですよね、私も金融調査会長としてその資金調達とかに力を入れていく方の立場なんだけども、あのぜひ接点を見つけて、その最初の時の、あなたの会社から2億円ずつねとかいうのもいいんですけど、さらにもっと大きくしていくのにも次のお金、次の次のお金っているので、まあお力になりたいなと思います。あと京大も量子コンピューターやってますよね、研究も各大学みんなやってて、まあ今これができてる理由って、そのディープラーニングじゃないけれども AI、 そして、その格段に性能の高いコンピューター技術によって、こう見つけられる速度が上がったと。つまりどことどこ切り取っていいかっていうことが、まあ、昔はあの気の遠くなるような計算と実験だったのが今は外れないと、そういうような説明を聞いたんですよ。でそこがすごく重要で、そうなるとその競争って、次はやっぱり量子コンピューターの質と品質かな、品質と、まあ、その速度かなと思ったんですけど、その辺っていかがなんですか？あ、まさにその通りだと思いますね。で遺伝子も ATGC という4文字の組み合わせによってなっているので、うん、これってあのインフォマティクス的に処理ができるんじゃないかってことで、バイオインフォマティクスの分野すごく注目されているんですね、うん、で今我々がやってるのも今まで分かってた遺伝子をやってることが多いんですよ、うん、じゃあこの遺伝子で何の特性があるんだっけっていうことをあのシミュレーションで計算で出していくためには、そういう量子コンピューティングとかも今後は使っていって、うん、で日本でしか見つけられなかったような魚だったらこの遺伝子をこう変えるとものすごくいいものができるっていうことがあの導き出していけるんじゃないかなと思いますので、すごく重要な分野だと思います。はい、あとちょうど我々参議院自民党の幹事長があの世耕弘成さんで、まあ、おじいちゃま出した世耕弘和さんだっけ、創業者さん、あの日大から来てこっちに近代作った方、まあ、その時代からずっとその養殖をやってて、近代のマグロは有名なんですけど、まあ、実はあのナマズとかあるいはチョウザメ、他もいろいろやってるんですけれども、まあ、事実上そのファウンドリーみたいになれるじゃないですか、近代が。つまりその方針が決まったらないとこみたいになって実際に作る方をやってくれるという、そこが大きいわけですね、うん、この関西に位置してるってことは近いから。そうですね、近代さんとその近代さんの実験場と近いってことですね。はい、
我々はもう京都大学の技術と近畿大学の技術を元にして作ったベンチャー企業ですので、まあ、非常に助かっているんですね。で、このゲノム編集って分野、海外だったらめちゃくちゃお金がつくんです。ところが水産は全然やってないと。なぜかというと完全養殖が難しかったんです。でこの完全養殖の技術を世界で一番持ってたのが近畿大学なので、まあ、ここに日本の勝ち筋があるんじゃないかなと思っているんですが、世界に負けないように先ほどの話じゃないですけどちゃんと資金調達をしていかなきゃいけないというのがあります。そこでね、私いろんなものの顧問をしておりまして、全国の寿司の顧問もしてるんですよ。これは寿司の自民党の応援団長って長年安倍晋三元総理だったんですけど、残念ながら亡くなられたんですけれども、それもそれでやっぱり寿司がネタがなくなってしまったり高級になりすぎてしまうことを、まあ、これによって防止できるから、つまりいつも安定的に一定レベル以上のネタが入るっていう世界になるから、まあ、そうすると寿司職人はまた別のところで競争しますからね、そこもすごくいいんですが、もう一つ私は全国うなぎかば焼き所の顧問も長年してまして、で今会長は浜松の駅前にある八尾徳って会社で、中村博子子ピアニストがこよなく愛した浜松のピアノコンサートに来ると必ず2段もう2段弾くんですよ。浜松あたりになると上に1段だけ上品に弾く京都のあれじゃなくて、こう二段重ねの海苔弁が二段重ねなんじゃなくて、うな弁がこう二段重ねになってるすごい食べ物なんですけど、それをお食べになってたという伝説的なとこなんですけど、7、8年前に本当に資源が枯渇しそうになって、まあまあレッドリスト級のジャポニカなんですけど、これを完全養殖しようと思ってあちこちで頑張って完全養殖はできたんですけども、完成したら1羽卸で何千円のうなぎにしかならなくて、だからやっぱりそれって育てにくいに決まってるんですよ何かが、これうなぎは単価が高いから研究費をかける意味があるんですよ。単価が安いものだったらかけてもしょうがないから、うなぎどうですかね。そうですね、我々は今まで完全養殖ができているものにゲノムを変えて、でそこで品種を変えていく。完全養殖はできたんですよ。だからちゃんとぐるっと卵から全部育ってるんですけど、ただ餌がサメの卵白とかで高すぎちゃってそれしか食べないのと、しょっちゅう水を入れ替えなきゃいけないんでコスト高すぎるんで、そのコストを下げるためにそのうなぎの稚魚かうなぎそのものか知らないけれども、もうちょっとサバイバル能力を高めてくれれば商業化できるんです。だから完全養殖はできてて商業化に合ってないっていう、そういう段階にあるものっていかがでしょうか。はい、可能性あると思ってます。で餌も結構魚の好みとかによって決まったりするんですよ。で栄養成分的にはこれで十分なんだけど、でも食べないみたいなことがあるので、あるそれなんですよ。味覚をバカにしちゃうというか、あとは食欲を増やすというふうなことができたら、まあここはね結構いけるのかなと思ってます。昔突然釣り上げられちゃったりしたこんなうなぎあちこちできますね。すごいことですねこれ、はい、やっぱりうなぎはジャポニカ種が圧倒的に美味しいので、他は皮硬いとか、まあ、別の用途で食べてますからね西欧では、まあ、これはやっぱり日本初の日本の食べ物で今国際的に受けつつあるものだなと水産では思ってます。そうですね。そして料理の方法もかば焼きってすごい美味しいんですよ。なので日本でちゃんとそれを完全養殖で作って、でそれをかば焼きにして、で冷凍か何かで世界に届けていくみたいなことができると日本の産業にとってもすごくプラスだと思ってます。それからかば焼きの下に敷くのはやっぱりお米も潮流米じゃなくて短米がやっぱりどうしても向くので、なかなか日本政府が思ってるほど米の輸出っていかないのは、潮流米でいいと思ってる、それが食べつけてると思ってる人がいっぱいいるんですよ。だからその炊飯器ごと胡錦涛に持たしたって昔安倍総理が第一次政権の時に言ってましたけど、炊き方から全部やって意外と美味しいんだねって金持ちの一部が買うんですけど、ほとんどの人はアリババの里である甲州で完全自動ショップでね、朝ごはんで、ベンチャーの若いあちらの人たちが食べるのはちまき風の朝ごはんで味がついてて、それは彼らが食べつけてるのは調理米なんですよ。で米っていうのは炊くんじゃなくて単に茹でるものでいいと、そう思っちゃえばそういうものですよ。だからそれを変えるきっかけになるのはうなぎの下の白いご飯、これはどう考えてもこっちの方が美味しいんで、それくっつくんですよね。ああ、はい、そうですね。
まあ、お米も相当品種改良されて今の形になってますの で, であとは問題としてあるのはこのゲノム編集っていうのは本当は科学的には安全なんですけど皆さんの心理としては安心じゃないのでここをどうあの政府として浸透させていくかが、まあ、一次産業としての活筋につながるのかなというふうにして思っていて、ぜひあの政府にお願いしたいなと思っているところでございます。いや、あの水産をやる方はどんどん減っていて、まだ後継ぎのいる船主さんはいいんですけれども、昔ながらの漁業権があって親方は船を持って浜の権利があってだと、あのいずれ限界に達するんですね。である程度漁場のいいところはまだそれでかなり儲かるので、あの三重県の答志島の漁協の組合長って私の長年の友人ですけども、あのところがその大変優秀な漁師の息子さんって、あの伊勢湾で船が転覆して亡くなってるんです、まだ40ぐらいで。それだけリスクの高い漁法をまだやってるんですよ、この21世紀に、っていう現実があるので、それをいつかやめたいと思って、実は伊勢マグロというのを言い出したのもその組合長なんですけれども、そこには反対者もいたっていう怖い世界なんですね。だから近代的な職業に転換していくっていうビジネスモデルの方にも今の変化をうまく組み合わせてほしい。そうすると担い手も戻ってくるし出てくると思うんですけど、その辺なんか感じませんか、浜の人と話してて。そうですね、まあ、あの旧来のやり方が正だというふうな形で捉えるので、なかなか新しいことに転換できないのかなと思うんですよ。ただ人手不足の問題も我々にはものすごくあの多くの養殖をやりたいっていうふうな意欲ある若者たちが来てくださるんです。で、他の養殖事業者はっていうふうな感じでいくと、いや他には行きたくないんです、御社に行きたいんですと、新しい技術でやりたいんですっていうふうな形なので、まあ、こういう技術をちゃんと浸透させていって、でそれであの養殖をやりたいっていう新しい方々たちと一緒に組んでいくことで、この産業も人が流入していってもう一回復活するんじゃないかなってことを夢見てます。はい、あのつい最近別のお話ですけど、農水省の方にとにかく水産においてはあの陸上養殖、まあ別に海に行け作ってもいいですけど、陸上養殖を主にしていくことがまさにカーボンニュートラル の, あの時代には一番向いてるから、そちらの方にもっと投資してっていうことを言ったばかりで、あの次官もずっと対外、農水産物交渉をやってきた人で、外の目を見てるというか外の宣伝を受けてる人だから、あの非常に期待してますので応援させていただきますので、とにかく兄弟発のベンチャーのすごいビッグになるユニコーンになる例を作りたいと私もすごく今日来て思ったんで応援しますから、よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。さつきチャンネル登録してください。